それではですね、GO ダンスステージとマリエさんのダンスレッスンの時間です。よろしくお願いします。皆さん大きな拍手でお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、富山グラウジーズ GO プロデューサーのマリエです。本日はクロスネーション2022にお招きいただきましてありがとうございます。この射水市はですね、私の地元なんですね。で、小さい頃からもよく知っている場所なんですけれども、現在は、ここからすぐ近くの新湊カモンスポーツクラブで、15年間ダンス教室を続けさせていただいております。毎回小中高生そして20代の大人の子まで、たくさんの人がダンスを習いに来てくれて、いつも大変盛り上がっております。そしてですね、ここではイミズムズムズイミズムズムズ何があるかなの振り付けをさせていただいております。射水市では、グラウジーズのマリエというよりはムズムズ体操のお姉さんという方がね、みんな分かっていただけるのかなと思うんですが、今日はそんな射水市出身の私と隣に並んでいる美女たち、ゴールージュのユリナ、そしてミユ、そしてレイカ、そしてリオンの4名でやってまいりました。今はグラウジーズのシーズン真っ只中なんですね。で、現在ダンスチーム GO は、3チームあります。グラウジーズオブウィンの頭文字を取って GOWGO と言うんですけれども、まず、今日いるこの4人はですね、一番上のトップチームです。社会人チームで、高校卒業した18歳から25歳までの今シーズン18名所属しております。そしてその下に、GO エリートといって、中高生メインのとてもダンススキルの高いダンスチームがあります。こちら17名現在所属しています。そしてもう一つその下に、チーム GO といって、小中学生メインのダンスチーム、こちらは今シーズン20名いるんですが、総勢55名で今シーズン活動をしております。ホームゲームはルージュ18人でフルメンバーで出るので、こういった感じでね、4人少人数でステージをするっていうのはとてもね珍しいです。そしてせっかくですので、今日会場に来ている皆さん、彼女たちの顔と名前をぜひ覚えて帰ってもらいたいなと思いますので、ダンスで息が切れる前に一人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。さあ、まず最初は私の隣にいるユリナ。皆さんこんにちは、ゴールージュのユリナです。私はクリスマスの曲がものすごい好きで、クリスマスが過ぎてもずっとクリスマスの曲を聴いています。今日はよろしくお願いします。今シーズンはですね、彼女ボーカルにも挑戦しております。歌えるGOといえばユリナで、皆さん覚えてくださいね。さあ、続いてお隣みゆ。皆さんこんにちは、ゴールージュのみゆです。私は白米でご飯が食べれるぐらいご飯が大好きです。はい、なので皆さんぜひ美味しいお米があったら教えてほしいと思います。今日はよろしくお願いします。みゆちゃんはね、見てわかる通り、もうこの抜群のスタイルとビジュアルで、ホームゲームではボードを持つラウンドガールとしてね、とっても大活躍しております。GO のモデルといえばみゆと覚えてくださいね。さあ、そして続いてお隣レイカ。皆さんこんにちは、ありがとうございます。私の最近の悩みなんですけど、これくらいのちっちゃいクマさんお家にいるんですよ。ぬいぐるみなんですけどねそのクマさんにプレゼントを用意したいと思ってます。1番ハチミツ、2番お洋服、どっちがいいと思いますか？1番の人、ハチミツの人いますか？ありがとうございます。2番のお洋服がいいと思う人、あら、じゃあ今年のプレゼントお洋服用意したいと思います。ありがとうございます。はい、レイカちゃん面白いですよねもうとってもね個性的な子なんですよ。で、レイカちゃんは、以前サンダーバーズのチアに所属をしていました。現在はね、バスケのグラウジーズのゴーとして頑張ってくれているんですが、やはりチアの経験を生かしてゴーで唯一アクロバットができるということで、アクロバットのレイカと覚えてください。さあ、そ
それではラスト、一番皆さんから見て左にいるのはリオ。皆さんこんにちは、ゴールージュのリオンです。私は食べることが大好きで、最近は餃子にハマってます。餃子が食べれる美味しいお店があったら私に教えてください。よろしくお願いします。さあ、リオンちゃんはですね、現在 GO ダンススクールの講師も務めております。私と一緒で大沢の子を担当しているんですが、リオン先生の、ね、木曜日のクラスとっても大人気なんですね。なので今からダンスをしたいなとか、もっとダンス頑張りたいなっていう皆さん、ぜひリオンちゃんのクラス見学体験レッスン行ってみてください。ダンスの先生リオンちゃんです。よろしくお願いします。さあ、こういった感じで皆さん4人の名前と顔を覚えてもらえたかなと思います。さあ、それでは今日はですね、クリスマスも近いということで、今日だけのクリスマスダンスパフォーマンスをこの5人で、披露させていただきます。皆さん短い時間ですが盛り上がっていきましょう。それではミュージックスタート。
では改めましてダンスとともにメンバーの紹介をしていきます。まず最初はリオ。
トナカイさんは今宵こそはと喜びました。どうでしょうみんなこれでいけそうですか。ちょっと一回練習してみましょうか。一番最初からちょっとつなげてやってみますね。じゃあ一番最初はここです。みんな一番最初これですよ。せーの。真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの。でもその年のクリスマスの日、おひげサンタのおじさんは言いました。暗い夜道はピカピカの、指さします。お前の花が役に立つのさ。ティーティーポーズ。いつも泣いて立つの。トナカイさんは今宵こそはと喜びました。おー、みんな上手ですね。なんとなくみんな結構イケてるので、じゃあ早速これ音楽に合わせてやってみましょう。それではミュージックスタート。みんなちょっと早いよ。
どうかな、年中さん、年長さん、小学1年生が対象の、あ、いる？あ、いたいた、年中さんと年長さんと小学1年生が対象の、イベントなんです。で、あのグラウジーズの試合のコートで私たちボート一緒に踊れるよっていうね、企画なんです。でもしあの出たいなっていう人は、申し込みが必要なんですが、富山グラウジーズのホームページから申し込みをお願いします。来週の21日水曜日が締め切りになっているので、まだ今からでも間に合います。今日ね、一緒に覚えて、ぜひ21日まで申し込みして、25日クリスマスを一緒にライトダンスで、踊りましょう。さあ、そしたらとっても簡単なので、これもみんなやってみてくださいね。鳥の羽をこうパタパタする感じです。最初はクロス開く、クロス開く、4回繰り返します。あ、とっても簡単。 OK、 次、今度は斜め戻す、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 ぐるぐるパーです。さあ、ここまでできるかな。うん、クロス開く、これ4回やります。3回目、4回目。さあ、そしたら今度は斜め戻す、斜め戻す、これも合計4回やります。やったら、はい、ぐるぐるパー、上手。そしたら次はちょっと大きいのを動かして、立ってる人はね、なんか軽く横にジャンプをして、3回ジャンプしたらその場で、はい、パタパタして回るよ。さあ、今度反対からいくよ。大きくジャンプ、大きくジャンプ、大きく、さあもう一回回るよ、ぐる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 。そうです。そしたら、あのライチョウの鳥さんイメージしてぴょんぴょん飛びます。そう、手はね、後ろでパタパタ、せーの、1、2、3、反対も5、6、ちっちゃい子やったら可愛いね。そしたら次は上、あ、ママたちも可愛いよ、下下、最後は好きなポーズでじゃん、決めてください。そう、大丈夫だった。大きく羽ばたいて、大きく羽ばたいて、3回やったらぐるぐるね。そうそうそう、反対も大きく羽ばたいて、3回大きく羽ばたいたらぐるぐるね、そしたらぴょん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 、反対ぴょん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 、そしたら上上下下、最後は好きなポーズで決めましょう。 OK、この辺バッチリなので、じゃあこれもね、皆さん音楽に合わせていってみたいと思います。ミュージックスタート。
金泉寺校、市民プール校、大沢野校の3つの会場で、合計11クラスのダンス教室があります。5を目指している子だけではなくて、ダンス初心者の子ももう全員大丈夫なので、ダンスに興味がある今からやってみたいなっていう子は、ぜひ見学体験レッスンに来てください。詳細は富山グラウディーズのホームページをご覧ください。さあそしてもう一つです。富山グラウディーズホームゲームの告知をさせていただきます。年内最後のホームゲームが来週12月24日土曜日、25日日曜日に開催されます。対戦相手を京都ハンナレーズ迎えてのホームゲームです。会場は富山市総合体育館となっております。その試合はですね、このルージュのメンバーではなくて、もうあと残りの2つの GO エリートとチーム GO の2チームが出演します。で、クリスマスということでですね、その時だけのスペシャルなクリスマスバージョンのハーフタイムショーがあります。その会場に来ないと見られないパフォーマンスなので、ぜひ皆さん会場にお越しください。クリスマスを一緒に、私たちと一緒に、会場で過ごしましょう。10月に開幕して来年の5月までまだまだシーズンは続きます。今ねちょっと苦戦をしているグラウジーズではありますが、まだ3分の1ぐらい終わっただけなので、ここからどんどんね盛り返してくれるものと思います。私たちと一緒にこれからもグラウジーズそして合同へよろしくお願いします。それでは以上で、マリエそしてゴールージュによるダンスステージでした。皆さんありがとうございました。あ、すいません。あ、ま、もう帰っちゃうんですか。帰っちゃうの。ちょっと待ってください。待ってください。もうちょっといてください。もうちょっといてください。失礼いたしました。ごめんなさいね、寒い中。いや、僕が一人で出てきた時と、GO の皆さんが出てきた時の、緑の服着たお兄さんたちの人数が全然違うんですよ。ね、ゴーさん出てきたらみんなね、ブワーって寄ってきて、ありがとうございます。本当にね、俺が出てきたら消えていくんで、ちょっと皆さんに残ってもらいたいなと思うんですけども、吉田さらだと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはなんかどこ出身なんですか。僕全然わからなくて、僕富山に移住してきてまだ1年ちょっとなんで、はい、ちょっと教えていただいていいですか。はい、出身は全員富山県になります。富山県出身の皆さん、はい、市はちょっと違うかもしれないですね。あ、そうなんですか、はい、そこは内緒の感じなんですか。いや、なんかちょっと濁したんで言いにくいかなと思ったんですけど。全然大丈夫です。あ、じゃあ高岡です。私富山出身です。ああ、富山市高岡市、ここです。清水市です。ああ、清水市地元。はい、はい、富山市です。あ、富山市。ああ、そうなんです。僕氷見市です。あ、氷見市に移住してきました。はい、富山のいいとことか教えていただいていいですか。はい、なんかここがおすすめだよとかあったら聞きたいなとか思うんですけど、GO の皆さんがおすすめする。そうですね、やっぱりみゆちゃんがさっきお米大好きっていう風に言ったと思うんですけど、富山はお米もものすごく美味しいので、おすすめのお米とかありますか。おすすめのお米、はい、コシヒカリ普通に好きです。コシヒカリが普通に。ふふとか今最近出たけど、ふふも初めて食べて、うわ美味しいと思って、はい、でもお米なんでも好きなの。こういうところでね、たまに社長さんとかが見てる可能性あるんで、CM につながる可能性あるんで、いろんなの言うとこ方がいいかもしれない。はい、大好きです。はい、もしいらっしゃったらよろしくお願いします。あとなんかおすすめありましたら教えてほしいんですけど。あと、じゃあレイカ、何かおすすめありますか？レイカさん。私はですね、すぐどっちの方向かわからんがですけど、エビエ海岸結構好きで、綺麗じゃないですか。どうですか。エビエ海岸。新港のエビエ海岸がおすすめなんですか。そう、芝もあって、はい、砂もあって、ブワーってここに
コンクリでできたなんか高台みたいなのがあるんですよ。芝あって砂あってコンクリの高台、うわってあります。それ野球場じゃないですか。もう違う。なんですなんです。ちゃんとハマーがあるの。あります、じゃあそこをちょっとチェックしていきたいと思います。はい、はい、ちょっと続きましてお願いします。そしたら私は、はい、こことはちょっと反対の方向になっちゃうんですけれども、はい、マンダラ遊園っていうスポットがありまして、はい、でちょっと最近インスタグラムとかでも若い女の子たちにインスタ映えするっていうすごい素敵なところがあって、うん、そこは夏とかの方が暖かくて外にあるのでいいとは思うんですけど、うん、でも冬でも近くにスキー場もあったりするので、ついでに行ったりとかもできるのでおすすめです。インダラバイエンマンダラ遊園。あ、マンダラ遊園全然違った。マンダラ遊園ね。はい、ちょっと覚えてくる。なんか難しいで覚えにくいですね。はい、お願いします。私はちょっと定番になってしまうかもしれないんですけど、やっぱり関水公園が綺麗だなと思っていて、近くに総合もあるのでぜひそのままグラウジーズの会場にお越しいただけたらなと思っています。いい流れですね。綺麗な流れで、はい、じゃあもう方の皆さん、ありがとうございました。寒い中ありがとうございました。ありがとうございました。方の皆さん、はけてもずっといてよ。緑の人頼むよ。じゃあありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。